ちは。こんにちは、ゆたかさん。はい。なんかキャンプで今回いろんな選手、まあ野手から、はい、なんかいろんな打撃の話を聞いてきたそうですね。打撃理論ね。はい。やっぱ勉強になるわ。それぞれみんな違いましたか。まあ、それぞれ違うし、うん、やっぱ我々の頃よりも、はい、やっぱバッティングっていうのは進化してるし、うん、これを聞いたんだよ。まずいろんな監督にも、はい、あのまず監督に聞いたのはやっぱバッティングの理論っていう基本っていうのはこう変わってきてるだろうけども、うん、守備は変わってないかとか、うん、まあ、いろいろ聞いたけど圧倒的にバッティングはやっぱこう変わってきてると、うん、で守備はあまり変わってきてないと、うん、いうようなことを言われてて、はい、でもバッティングでやっぱみんなそれぞれね深く考えてるわ。おお、うん、だからもう本当に勉強になる、うんうん、まずはどの選手の理論。いや、やっぱこう近本選手、あ、阪神の、うん、はい、はやっぱこうなんかずっと大学の時からっていうかね、一緒にやってる人がいて、でその人の理論と自分の理論を合わせながらこうやってるんだけどさ、やっぱ右手と左手ってティー始めるんだよね、短いバットで。でどっちかってこうやって打つでしょ。はい、ね、うん、こうは打たないよね、うん、でこっちもこっちはこうやってかぶせ気味に打つんだよ。はい、ね、それぞれ違うんだ。手の役割を考えてバッティングをしてるという。で肘をこうやると体どう、こうやるのと。あ、体はこうやれば開きますよね。おお、はい、お前勉強してきたね。いや、その通りなんだ、うん、俺もハッと思ったんだけど、はい、俺はどちらかというとレベで振るから、はい、やっぱ体の開きをどう抑えようかって思ってたんだけど、はい、近本選手はこうやって出すから体開かないでしょ、うんうん、そうですよ、今見てて。あ、なるほど、そういう考え方もあるのかってね。へ、うん、で、こっちもこうなのって言ったら、うん、こっちは僕、こうならないように、うんうん、こういう風にちょっと抑えにかかるんだって。左の方は、うん、それを別々に練習しててそれをミックスして打つという。だからね、思い出したのが坂本隼人、はい、がやっぱこうは出ても最後はこうなってたいんですよねって言った動画があるんだけど、うんうん、それに通ずるものがを感じた。はー、賢いぞ坂本。やっぱそのぐらい考えてるんでしょうね。いや、それとダルがさ、やっぱ進化してる、進化してる、技術も考え方もって、うん、ダルビッシュは食事のことも結構重要視してるじゃない、はい、近本に聞いたら、うん、それはストレスのないものをいっぱい食べることですって言ってた。ストレスいろいろ試したんだって。はい、食事も、ね、うん、はい、いろいろ試したけど行き着いたところが好きなものを好きなだけ食べる。それが体にとってストレスにならないって。でいろいろ計算されたものは食べたんだけど、うん、やっぱそれにストレスを感じたりだとか、あ、そうじゃなくてやっぱ欲するものをとにかく食べるという、好きなものを、そこに行き着いた。だから試してるんだよ自分で、ちゃんとそれまでに。そっか、そっか、近本選手には一番あったフィットした。あった、ね、だからね、個人個人でやっぱ全然考え方が今違うですね。あ、あ、そうなんだ。だから賢いなと思ってさ、うん、聞いてたんだけどもね。でもそうしないとやっぱり活躍できない、生き残れないってことですよね、うん、今この時代では。そうそう、で、まあ、佐藤輝明、はい、ね、あのドライブライン行って、うん、いろいろ勉強してきてためになったかって聞いたら、うん、そうですね、まあ、数値が出るんで、うん、それはすごく参考になったと、うん、で打ち方もこうすれば一番、まあ、スピードが上がるとか、うん、まあ、そういうところがあって、全部が全部じゃないけど、うん、やっぱそこをアレンジしながら、うん、まあ、やってますと、うん、だそれがいい結果になってるしね。やっぱこういう風な打ち方をこうスタンドティーでやってたけどね。ああ、やっぱ片手ですか。それはその時は片手だった。うん、それと今岡打撃コーチに聞いたら、うん、今どういう指導してんのって、うん、指導しませんって言って。しない。これはなぜかというと一人一人全部マニュアルがあると、うん、それをみんなそれぞれ違うマニュアルを持って、うん、グラウンドで練習をやって分からなくなった時に聞いてきます。だから分からなくなった時に答えられるだけのものは持たなくちゃいけない。だからあえてこっちからこう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 って、まあ、2軍は違うけども、はい、1軍はそういうふうにしてます。だみんなメニューを持ってて、練習メニューもそれぞれ違うんですね。それぞれ違うからそれぞれ任してると、う
ただ試合中とか特にね、はい、どうなってますかって聞きに行く時あるから、うん、まあ、その時はいい時はこうなってるけども、うん、今はこうなってたぞっていう風になってくると、うん、答え合わせができるみたいになってるな。だから喋ればいいっていうコーチがいるけども喋、うん、れないんだよなかなかね、阪神のコーチは、うん、だから それはもう選手個々のメニューを持ってるから、うん、だからそういう風に言ってたけどね。へ、うん、面白いでしょ。全然違う。いやだからね、現場に行ってね、その選手に話しかけて、うん、教えてくれるんだよ、うん、そしたらね、やっぱこうものすごく勉強になるというか、うん、今のバッティングがね、はい、で岡本選手にも巨人の、うん、聞きました。で今ドライブラインで、まあ、縦振りっていうのが流行ってるけども、やったことあるって、まあ多少いい、まあ、意識じゃないけどやったことありますと、うん、まあ、そういうような打ち方、はい、でも自分には基本レベルが一番振りやすいし、うん、自分に合ってると思います。だから僕はできるだけレベルで打とうと思ってます、うん、あれだけの力のあるバッターが、ね、はい、そのドライブラインに入れてこない、うんうん、自分の独自な、まあ、独自なっていうかレベルスイングを心がけてると。だからサトテル選手とはまた違うってことですよね。全然違う。然で丸選手に聞いた。あ、はい、丸選手、丸選手はドライブラインどうですかと聞いたら、うん、いや僕の数字だと無理ですと。はい、大谷選手とかだったら、うん、あれだけの数値を叩き出す。だからまあヘッドスピードだとか、うん、そういうことだよね。自分のヘッドスピードだとできるだけレベルに近いドライブラインに入れてこないと無理ですと、いろいろ勉強してるよみんな。一回試してみて、あ、うん、無理だと思って自分に合うものなんですね。そう、自分に合 こう角度を勉強してるんだよ。で同じレベルでもまた岡本選手と丸選手ってちょっとずつ違うんですよね。でも岡本選手の方がはるかに力あるじゃん、はい、でもやらないんだよ。こっちの方が確率がいいっていうのは自分で分かってんだよね、やっぱ。で振り方の癖として、はい、僕はレベルじゃないと無理だと思います、うん、だからね、みんながいいからこんななってるわけじゃないわけ、うん、そうなのか、うん、だからそれぞれ合うことをやってるなっていう。そうですね、だからその流行りというか先端に乗っかって自分もやろうではないんですよね、そこは、うん、乗っかっちゃいではない。だから近本先生こう入ってんじゃん、うん、ヘッドがこういう風に、はい、そんなに入ってたらっていう指摘は受けるらしいよ、うん、あ、そうなんだ。でも近本選手はこれをどうやったら打てるかっていうのを考えるのが楽しいんですよ。だってこうやって構えるのが自然なんだ、はい、ね、あまりヘッドを入れすぎになってやっぱ昔では言われたわけよ、はい、やっぱ自然体で立てとか、うん、でも近本選手って入ってるでしょ、うん、でもこっから打てることを見つけていくんですよ、うん、いいよないいよな。いや昔はもう運も寸も言わさず強制だったからもう変えさせられてたわけですもんね。そうそうそう。だから近本選手って食事面もそうだしスイングもそうだし、自分がいかにストレスなくできるかっていう、そうだね、そこを自分とフィットするところをまた見つけてるっていうのがすごいですけど、ね、だからチェックポイントもいろいろあるだろうし、うん、まあ、そこがパチッと決まれば打てるっていうのはもう分かってるから、うんうん、だからやっぱりすごいな、あのいろいろ考えてるねみんな ね、 ですね、うん、他選手打撃論聞いた選手いますか。聞いてみよ俺にこの選手は聞いたでしょ。例えば大好きなカープの小園、はい、小園はね、やっぱりドライブラインっていう話をしたんだけど、うん、やっぱりレベルっていうか、うん、そういうので、まあ、自然体にやりたいと。自然体か、うんうん、いうことは言ってたよね。あ、そうなんですね、うん、だからまあ、いろいろこう、分かりますけど、うん、理論はやっぱり一応勉強してるんだよね、うん、分かるけど、やっぱり自分にはっていう、うん、だから自分を持ってんだよ、今の選手って持ってますね、しっかりね、うん、だからまあそこら辺がやっぱみんな強みかなっていう、うん、今の選手たちのね、うん、で、それを強制しないコーチ、はい、まあ、それも素晴らしいしね、うん、認めるっていうあたりがね、うん、だから俺もまあちょっと新聞部屋に帰ってちょっと丸めてこうやって振ってみたらなるほどなみたいな。やったんですね。俺はこういう風な感じで振ってたからね。だから開きをいかに抑えるかっていうことを考えたんだけど、部屋に帰ってきてこうやってそうもう野球やりたくなったよね。そうなんですね。こうやってもっと打てるかなみたいな、もっとホームラン打てるかなとかいろいろ考えちゃうよね。うん、
いやでも進化してるんですね、打撃論っていうのは。まあ、いろいろ進化してる。プラスここからまた5年10年でまた変わっていくでしょうね、打撃論って。いやもう年々いたちごっこで変わっていくよ。ですよね。まあそのスイングに合わないようなボールを探し出して投げてくるから、だからそういう意味ではそのいたちごっこはもう続くよね、永遠に。ですよね、うん、あ、今川選手には聞いてきたりとか。今川あったよ。ありました。もう一応走塁練習してて、はい、ね、俺の顔見つけたら、うん、こんなやって走ってきたけどお前練習中走ってきて大丈夫かみたいな。そうですよね。まあでもいい笑顔でね、まあいい子で挨拶してくれたけども、うん、新庄監督に言われた、豊さん今川好きですよねっていう子が、あ、好きだよと、はい、豊さんが監督だったら今が今の状態使えますかって、うん、使わねえなって答えちゃったよ。今じゃ無理だなって。まだ無理ですよね。今のはでも使えるだけの俺は素材を持ってるしみたいな、うん、そうですね、で僕もそう思ってますよと、うん、ただ今ので現時点では使えないですねって。だからもっと頑張ってほしいですねと。そうですね、言ってたけど、ね、でも打撃論だったら私万波選手とかも聞いてみたいですね。あ、万中ね、万中はねもうレギュラークラスで、うんうん、あの若さで、はい、新庄監督が自覚を与えるために、うん、居残りだったからね。あ、居残りだったんですか。あの遠征行くのに、もうレギュラークラスで松郷とか、はいはいはい、伏見とか、うん、ああいうこう、まあ、ベテランというか、うん、レギュラーというか、うん、そういう選手に混じって居残りで練習してたけど、うん、なんかちょっと背中がかゆいですよみたいな、うん、いいのかなと思っちゃいますよって。でもそれは自覚だからとか、ね、そうですよね。まあそういうことだったけどね。森下選手は特に打撃は森下はね、うん、こうやってるのはちょっとね意識づけをやってるだけで、はい、あのまま打とうなんては思ってませんよと。あ、そうなんですね。ただピートローズのバット、 はい、あれが抜けたらしいよ練習で。そうそう、で結局変えたみたいだね。そうそう、抜けたから変えたんかみたいな。いやだけどいい感じで打ってる。でもね若い選手が早いうちから自分のバッティングを追求していく、うん、これはね止めちゃいけないと思うんだよ。これが間違いが分からないと成功が分からないよ、正しいことが、うんうん、だからそういう意味では森下も遠回りは少し下かも分からないけどもいい方向に行ってると思うよ。あー、よかったですね、うん、だからそれが間違いではなくて、うん、こういう意識で打つんだという意識はすごく大事だから、はい、まあ、例えばその三好が、うん、あ、いいよっていうのは近本のイメージで打ってる、うん、その意識っていうのはすごく大事でね、うん、だから森下もその意識で打ちながらしっかりしたものをつかみ取ろうとしてるから、それは俺はいいことだなって思ってね、うんうん、だけど結果が出ないとやっぱ外野手争い厳しいじゃない。そうなんです ね、だから頑張れって言ってね、うん、やっと先輩を意識してくれたのかな、挨拶してくれるようやく板田さんとか言ってようやくよかった。いやだからまあ可愛い後輩だからね、頑張ってほしいと思うけどもね。そうですね、はい、でもまあ今聞いただけでもね本当に一人として同じ打撃フォームというか理論の方はいないので、多分プロ野球界全員が全員理論違うんでしょうね、ちょっとずつ。いやもうね本当に勉強になるわ、うん、面白いですね。もう本当に現場行って話をしてくれるのはすごくありがたいし、練習を止めて教えてくれるから、うん、はい、だから本当に勉強になるわ、うん、そうです、はい、